あなたは頭の後ろに口がついてるんですよね。そうです。僕は頭の後ろに口がついてるんです。先生は時計を見たらタイマーになるんですよね。はい、私は時計を見たらタイマーになります。あなたの足は実は朝になるとピンク色になるんですよね。そうです。僕の足は朝になるとピンク色になるんです。あなたはおへそからスイカが出てくるんですよね。そうです。僕はへそからスイカが出てくるんです。しかもそのスイカは八百屋さんでも、うん、八百屋さんで1時間くらいでなくなる商品のスイカなんです、うん、おー、人気のやつなんだね。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。先生、うん、先生はぶどうを食べるとリンゴになるんですよね、うん、はい、私はぶどうを食べるとリンゴになります。しかもリンゴ食べると梨になります。あなたは実は天使ですよね。そうです。僕は天使なんです。しかもその僕の天使はみんなを幸せにできる力を持ってるんです、うん、おー、いいね、いいね、いいね。